皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 玉川大学の小坂です。デジタルハリウッドコースのクリアです。さてクリア先生、はいはい、教育 ICT の実践となると予算がネックになるってこと非常に多いと思うんですけれども、この予算の問題どうにかできないもんですかね。本当にそうですね。新たにデバイスだインフラだ揃えていこうとするとそれなりに費用もかかりますし、やっぱりこうオープンソースのソフトウェア使ったりとか、まあ、ウェブベースのサービス使ったりとかうまくちょっと活用していきたいところですね。まあ、そうするとスマホだとかタブレットなんて活用できますし、ちょうどクリア先生がご担当されているスリーミニッツの無料のウェブサービスなんて活用できると非常にいいかもしれないですよね。そうですね。やっぱり教育現場 BYOD も進んでくると思いますし、そういった意味でもウェブベースのサービスすごくそうなんでしょうね、重要だと思いますし、あとはオープンソースのソフトウェアやっぱり使っていくっていうことを ICT 活用の面から言えば考えていきたいところだと思います。はい、それでは今回のゲストを紹介しましょう。今回のゲストスピーカーはこちら、茨城県立龍ケ崎第二高等学校の高山雅子先生です。高山先生はちょうど商業科の先生でいらっしゃって、校内の情報管理も担当されているらしいですよ。おー、もう商業科の先生で初めて登場されるんじゃないかなと思いますし、女性で情報管理担当されているっていうのはなかなか珍しいので非常に興味深いですね。そうですね。はい、それではプレゼンテーションをやっていただきましょう。今回のゲストスピーカーは茨城県立龍ケ崎第二高等学校の高山雅子先生。プレゼンタイトルは Alone Together All Together 学校現場から始める ICT 活用大作戦です。ぜひ楽しんでお聞きください。どうぞ。皆様はじめまして、茨城県立龍ケ崎第二高等学校商業科高山と申します。よろしくお願いいたします。皆さん、アルゴリズムってご存知ですか？アルゴリズムというのは、計算方法の一つで、何か物事を決めようとするときに、その物事の計算する方法を、より良い方法を考えようという、それがアルゴリズムです。今回私が紹介するのは、現場における ICT 活用で、どのようなアルゴリズムがいいのか私なりに考えたその方法です。まずはじめに本校の概要と ICT 環境の紹介をいたします。本校はコロッケの町龍ケ崎市に位置する創立100周年を超える伝統校です。普通科、商業科、人間文化科、その3科からなり、それぞれ特色のある学習活動を行っております。ICT 環境はパソコン教室が3教室、それぞれデスクトップパソコンが40台あります。普通教室用のノートパソコンも15台。校内には有線 LAN も設置されております。ただ、そういった環境をうまく活用できていない現状がありました。そこで、今回の活動実践の内容としてご紹介するのは、1つ目は、校内教員用グループやサーバー機の作成。2つ目は、学校ウェブページ作成と公開、生徒用グループウェアサーバー機の作成です。2つともオープンソースソフトウェア、略して OSS を使って行いましたので、OSS 大作戦と名付けました。その1つ目、教員用グループウェアサーバー機の作成です。当時、Windows XP のサポート終了に伴い、校内には大量のパソコンが放置されていました。これらを廃棄処分するというのです。もったいないと思いました。そこで何か活用方法はないか考えました。また当時、校内には様々な公務に関する情報が点在しており、バラバラな情報を集めるのが大変でした。そこで、この情報を一つに集約できるグループウェアがないか考えました。グループウェアを有償で入手する予算がなかったため、着目したのがオープンソースソフトウェア OSS です。OSS はソースコードが無償で、配布されており、変更、再配布も無償です。利用も無償で行えるものが多いため、これを利用するという手を考えました。パソコンもソフトウェアも必要なものはすべて無償です。その無償のオープンソースソフトウェアの中で、
グループや機能を有するネットコモンズを活用するということにしました。ただ、それを作る、そのサーバーを作る人材がいませんでした。ならば自分でやろうと思いました。アイデアもやる気もプライスレスです。ただ、そのシステムを構築するには、周囲の理解が必要でした。学校管理者や職員からの理解、事務職員からの理解は必要不可欠です。また、それを構築するための技術や知識がない場合、研修の場を活用することも大切だと思います。私の場合、それはネットコモンズの知識としては、ネットコモンズを支援するコモンズネットという存在、それから茨城県教育研修センターでは、教員のさまざまな研修を提供してくださっております。そこの活用も一つとして考えました。教員用のグループやサーバーを作った後、その知識を生徒に還元する段階になりました。商業化の有志を集め、まずはパソコンの搬入から始めました。使っていないパソコンの搬入からソフトウェアのインストール、設定まで、それぞれ生徒たちが試行錯誤を繰り返しながら、トライアンドエラーで完成させました。ここでも、教員用グループやサーバーを作った時の人的ネットワークが活躍しました。そして、その活動の様子は学校ウェブページの商業化ネットコモンズ始めましたというページの中で公開しました。情報の発信者は生徒です。生徒たちはこのウェブページの中で自分たちで記事を考え、それをウェブページに載せるという活動を通して、言語活動の充実も得ることができました。また、ネットコモンズユーザーカンファレンスに参加し、一般の方への説明や開発者との対談により、彼らの経験は大きくなりました。さて、OSS 大作戦いかがだったでしょうか。その始まりは孤独を感じるかもしれません。ただ、求めればそこに必ず協力者は現れます。協力者たちが集まれば大きな成果となります。教員用グループウェアサーバー機作成から始まった取り組みですが、それは生徒に受け継がれ、ウェブページ作成公開、カンファレンスの参加などを経て、大きく実りある成果となりました。それがまた新たな成果を生み出します。次回はその成果についてご紹介したいと思います。ありがとうございました。教育現場で使える iPad アプリ講座、教育 ICT コンサルタントの小池です。今回ご紹介するアプリはこちら。The Human Body 遊んで学ぼうをご紹介したいと思います。これ理科の先生に教えていただいたアプリなんですけども、はい、7つの人体システムを学ぶことができるアプリになっています。7つ、どんなのがあるか。神経系、骨格系、骨ですね、呼吸系、循環系、消化系、筋肉系、そして免疫系と。まあ、これだけでもいろんなところが学べるんだなっていうのが分かると思うんですけども、かなり盛りだくさんのアプリですので、今日はちょっと消化系のところをご紹介したいと思います。例えばまずこれ全身を見ている状態なんですけども、はい、右側、わかりますでしょうか。はい、食べ物を選んで今、ドラッグしました。バナナ食べているんですね。はい、他にも好きなものをどんどんドラッグして、こうやって女の子に今食べさせている状態です。例えば飲み物、牛乳なんか、こんなの飲ませたり、なんてこともできるんですね。はい、すると体の中をどんどん通って食べ物が下に行ってるの分かりますでしょうか。はい、さらに口のところをタップしてみますと、はい、こんな状態です。歯ですね。はい、ここにも食べ物同じようにドラッグして食べさせてあげることができます。これ歯磨き指導なんかでも使えるのかなと思うんですけども、実際に、歯磨きしてあげるとですね、これ上になんか目がありますけども、はい、表情が変わっていくの分かります。ニコニコになりましたね。こんな使い方なんかもできるかなと思います。はい、さらに、もうちょっと体の中入っていきまして、今度は胃袋。ね、どんな状態かなと。
でこれ中に食べていったものなんかもドラッグしてこうやって動かしてあげることもできます。でスライダーを動かして外と中を見ることもできますし、はい、さらに入っていきますと今度小腸ですね、ピンチインピンチアウトで拡大縮小なんかもできます。ここで、水分が吸収されるんだよなんていうのを見ることができるんですね。はい、さらにその先進みますと食事中の方申し訳ありませんね、大腸ということでこれ子供なんかすごく喜びますよね。さらにちょっと音をよく聞いておいていただきたいんですけども、はい、水洗トイレの音が流れると、ちょっとある意味リアルですしちゃんと配慮もされてるなっていう感じで面白いアプリになっています。はい、このアプリ特徴としては、触って学べるというのが大きな特徴になっています。現代の、標本ですかね、人体模型ということで触りながら遊びながら、勉強できるアプリということで理科ではもちろんですけども保健体育なんかでもご活用いただけたらなというふうに思います。はい、はい、ということで茨城県立龍ヶ崎第二高等学校の高山雅子先生のプレゼンいかがでしたか。いや素晴らしいですね OSS 大作戦。まあなんかあれがないとかこれがないとかって言いがちなんですけど、目の前にあるものを使って新しいものを作り上げていくっていうところになんかちょっと感動しましたね。そうですね、ね、捨てられちゃうようなパソコンっていったものを、サーバーに活用するなんて非常にいい話でしたよね。やっぱりなんかよくよく考えてみると私たちも若い頃なんかそういったことってよくやってたのかなと思うんですけど、そういったようなものをこう割と気軽な発想で教育現場にもちゃんと生かしてあげるってことをしていけばいいんだなっていうふうになんか改めて思いました。そうですね、我々もこういうのどんどん広げていかないとねいけないかなというふうに思いますね。そしてなんか次回はまたちょっとさらに広がりを見せるお話をお聞きできるということで非常に楽しみです。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャズ TV は毎週水曜日の夜配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をしてご覧ください。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。番組 MC は玉川大学の小坂井とデジタルハリウッド講師のクリアでした。 See you next week。Thank you.